インフェクションコントロールドクターとは一般名詞としては感染症や感染制御、院内感染対策を専門に取り扱う医療従事者のことを指す。日本においては ICD 制度協議会が上記の業務に就くことを想定して認定する専門資格の名称でもある。同協議会は日本語名称を制定していないため ICD インフェクションコントロールドクターという名称が使用されている。 下記で述べる通り、医師、歯科医師以外に博士号取得による認定者もある。それぞれの有する免許により許される業務は異なる。例えば診察行為ができるインフェクションコントロールドクターは、医師と歯科医師だけである。なお、日本感染症学会が認定している感染症専門医とは別の専門資格である。インフェクションコントロールドクターは、もともと医師の専門医資格の一つして運用されていた。 例えば、日本感染症学会認定医のように学会が認定するものであった。しかし、院内感染などの感染防御の必要及び広い人材育成、確保のためには、医師のみならず他の医療系職業への感染症に関する高度な知識と技術が必要であることから、医師以外の職業のものにも条件付けで付与されることとなった。ただ、医師、歯科医師以外の場合、 博士号が必要な上に感染症学を専門に学びながら、かつ日常業務をこなさなければならず、その取得には多くの時間と労力を必要とするとされている。司会士の場合は、私学それ自体が医学の一専門分野であるとの認識が強い点や、ICD だけでは収入につながらない点、また、大学病院などで ICD として、 専属勤務する場も極めて少ない点などから ICD の歯科医師は少ないのが実情である。しかし、歯科医療の大半は外科的処置であり、感染防止などの知識と技術は ICD レベルのものが必要とされている。また、歯科医師、臨床実習生の中には ICD には興味、関心があるものが多いとの報告がなされている。ただ、前述した。 様々な理由から、より歯科の専門化された臨床系専門医資格を取得したいと考える者が多いため、ICD それ自体を目指そうと考えるものは少ないと考えられる。以上の状態により、ICD の大半は医師が占めているのが実情である。なお、現在認定 ICD は3948人であり、数字上では300床に1人の割合となっている。 など、感染症対策専門資格及び医療機関での組織、ありがとうございます。